はい、皆さんね、こんばんです。今日本の時間はね、夜だと思うんですけど、マイナス4時間ですね。今もうすぐ5時になるのかな。ウズベキスタンのサマルカンドに今います。サマルカンドですね。でサマルカンドのところでレギスタン広場から割と近い距離ですね、います。で、今日は12月の6日ということで、もう日本はかなり寒いと思うんですね。こちらも寒くなってるんだけど、まあ、サマルカンド、ウズベキスタンは割とね、自分結構運が良くて、温暖な日が続いてました。今日も昼間暖かくてですね、すごく良かったです。で、今回まあ中央アジアということで、もうすぐ出ます。12月8日明後日ですね、出発します。中央アジアに関しては合計で、まあ、1ヶ月ぐらいいたんですけど、中央アジア、ウズベキスタンに関しては列車で移動して、寝台列車乗って、その1泊を含めて全部で19泊20日3週間ほどね、滞在しました。でカザフスタンはアルマトイに4泊5日5日間ね滞在して、キルギスは首都のビシケクに5泊6日6日間ね滞在したんですけど、ウズベキスタンは今回一番、まあ、重点を置いてた国で、今回タシケントから入って、1回まあカザフスタン、キルギス抜けて、またタシケント戻って、タシケントに7泊で、そこから寝台列車を使って、1泊ですね、寝台列車中して、でヒバ、世界遺産都市、これから続くところですね。ヒバとかブハラ3泊ですね。でヒバブハラに関しては同じく寝台列車、朝発でしたけど、使って行って、で、ブハラで、ブハラから、ウズベキスタンの高速列車を使って、タルゴ、スペインのタルゴなんですけどね。で、サマルカンドまで来て合計5泊ですね。で明後日、やっとねウズベキスタン、まあ、中央アジアを出ます。で今回はウズベキスタンですね、という国はどういった国なのか、見どころであるとか、治安であるとか、食べ物であるとか、人々、経済、いろんなところが気になると思うんですけどね、今回お伝えさせていただきたいと思います。先ほど日本人の観光客ね、ツアー客ですね、団体客だツアー客で来てたんです。で今まあ円安の影響で、まあコロナになってからなかなか日本人も海外出れなくなったと思うんですけど、そこから円安が始まって、円安になって1ドルまあ150円今切りましたけど、やっぱり以前に比べたら非常に、まあどの通貨に対しても円安なので、なかなかやっぱり海外旅行に行くというところでね、足踏みされる方結構多いのかなって感じがします。よくまあここ最近海外に出られたような方の中に、日本人は海外出ないですよねっていうふうに言われている方もいらっしゃったんだけど、それは多分昔を知らない方であって、コロナ前とかまだ結構多かったですし、もちろん日本の経済がバブル崩壊後、まあ傾きかけてね、まあ0%マイナス成長も経験して、 0% 成長ですね、1よくて 2%、 2.5% ぐらいだったと思うんですけど、そういったところの経済停滞もあったんだけど、それでもまあ日本人で数多く出ていて、このウズベキスタンに関しても2018年かな、ビザが緩和されて、タジキスタンもちなみにビザがね、なしになりました。キルギス、カザフスタンもということで、トルクメニスタンだけがまあどの国に対しても結構厳しくて、先ほどロシア人となってロシア人と話したときに、ロシア人ですらやっぱりトルクメニスタンかなり入国するのに厳しい、そのものがあると言ってたんですけど、ウズベキスタンに関してはまあね、ビザなしで入るようになりました。で、ウズベキスタン、航空がかつては週2便出てたんだけど、まあ、ここ昨今において先ほど言った円安が進んで、なかなか日本には海外出ないということで、まあ、今週1便ですね、出てます。直行便であれば成田から週1便ウズベキスタン航空が出ているので、それを利用するといいですし、まあ、他にも韓国経由とかタイ経由とかトルコ経由ってあるんですけど、まあ、一番利便性が高い、例えばツアー会社が、まあ、よく利用するのは韓国経由なのかなって感じはするんですけど、毎日は出てますからね。まあ、直行便であればウズベキスタン航空かなって感じがします。タイが好きな方いらっしゃるからタイ経由で行っていうのもいいのではないかなって感じがしますけど、で人口はウズベキスタンどのくらいかっていうと3500万人ぐらいです。3500万人ぐらいですね。だから日本の 3.5 分の1ぐらいです。なのでまあ旧ソ連の国の中では結構多いですね。キルギスとかカザフスタン、カザフスタンは結構大きな国だけど人口が、まあ、ウズベキより少ないかなって感じがするんだけど、その3500万人の人口で、で面積としてはどのくらいかといったら45万平方キロメートルです。これは日本の国土の 1.2 倍ですね。だから日本よりちょっと大きいぐらいの、国です。だから地図見ていただくと、まあ、ソビエト連邦だった国ですね。中央アジアの国、ソビエト連邦だった国々なんだけど、まあ、解体して、まあ、いろんな国が独立したんだけど、相変わらずやっぱりロシアって大きな国だなと思います。実際このロシアという
国の中にも、まあ、いろんな民族が住んでいて、タタールスタンとかね、そういったところで、まあ、同じく連邦制を組んでいるので、まあ、ロシアがもし何があって崩壊することがあったら、同じように、ソ連解体と同じようにロシア連邦も解体していくのかなって思うんだけど、その、ウズベキスタン、日本の 1.2 倍ということで、首都はタシケントですね。タシケントはまあ結構大きな都市なんで、まあいろいろと地下鉄があったりとかね、昔からソ連時代からの地下鉄があったりして、なかなか面白かったですけど、よかったです。で、1人当たりの GDP はどのくらいかというと、1人当たりだいたい2200ドルぐらいですね。だから日本の20分の1ぐらいです。20分の1。つまりそれは賃金も同じく20分の1ぐらいであって、それに対して物価に関してはもちろん日本人からすれば1人当たり GDP が2200ドルのところであればやっぱり物価安く感じるんですけど、観光客向けのところとか、まあ、飲食店なんかね、やっぱなかなかやっぱりね、やっぱり少し値段はするし、一般の人がね、なかなか利用できないぐらいの価格なのかなって感じはするんだけど、円安とはいえ、まだやっぱり安くはね、感じるかなって感じはします、物価に関してはね。で、治安に関して結構やっぱ失禁されると思うんです。まあ、将来的に GDP が2280ドルですから、結構やっぱり治安が悪いんじゃないかっていうね、そこら辺に懸念される方いらっしゃると思うんですよ。発展途上国では、まあ、よくスリとか、ね、あのぼったくり系多いじゃないですか、タクシーとかね。で、店でなんかちょっとお金ぼったくられましたとかね、まあ、よくあったりするんですけど、この国はどうかというと、もちろん空港からのタクシーとか、鉄道駅からのタクシーだと、まあ、ぼったくりというか、まあ、外国人値段ですね、通常の料金よりも2倍、3倍は取ってますね、はい、だから空港から来る、そのまま出てタクシーが合ってるんですよ、白タクがね。タクシーというか、は基本的には白タクで、その白タクということで、だいたい通常の地元の人々のだいたい2倍から3倍ぐらい取ってますね、はい、なので、まあ、そういったところは、ありますので、まあ、最近は結構ヤンデックスとかね、例えばタクシーも何度も利用してるんだけど、ヤンデックス、ここのアプリ、まあ、配車アプリでありまして、ウーバーみたいなものですね、それを利用してました。はい、でもちろんタクシーもね利用したりしたんですけど、試しにね。で、ヤンデックスとかでもすごくやっぱ安いですね、はい、移動するんですごく安いんで、まあ、かなりちょっと利用しましたけど、良かったです。で、治安に関しては、どうかといったら、まあ、世界今までまあ96カ国訪問した中で治安は良好な方だと思います。発展途上国ですけど、まあ、人々は割と正直な人多いかなと思うし、親切ですね。びっくりしましたね、ここまで結構親切な人多いのかなと思ったの。例えば道が迷ってて、無料でまあ連れてってもらってね、まあ、お金ちょうだいっていう国なんかもあったりしますけど、あの本当に親切に案内してもらったりして、で、まあ、チャイハナとかだとたまにちょっと割増で請求されることもあるみたいですね。ちなみにまあサービスチャージが大体 15% ぐらい、サービス料含まれてれば基本チップ上げる必要ないんだけど、チップに関してはね、一応、まあ、ソ連時代は必要なかったんだけど、現在は、まあ、チップがね、求められるようになってきてます。だからちょっと高めのところレストラン行ったらちょっとチップ上げてもいいのかなと思います。 10% とか、まあ、15% ぐらいですね、はい、サービス料が 15% とか含まれていれば特に必要はないんですよね、はい、で、スリひったくりも少なからず起きているので、まあ、少し注意した方がいいし、夜人気がないところとかね、あんまり遅い時間とか人気がないところとかはなるべく避けた方がいいかなって感じはしますね、はい、ただまあ外資の犯罪としてはいろんな国々に回ってきた中では、まあ、治安は良好だなっていうのは私自身こう匂いで分かるところです、はい、で、この国はイスラム教の国ですね。イスラム教の国です。ウズベク人、まあ、多国籍国家なので 85% ぐらいウズベク人です。タジク人などもいますけど、あとロシア系の人もいて、タシケントなど結構ロシア系の人多いかなって感じはするんだけど、割と寛容なあのイスラム教の国です。人々も割と優しく、そのなんだろう、割と寛容的な感じで、まあもちろん公然と酒飲む人ってあんまりいないと思うんでね、家帰って飲んでる人はいるかもしれないんだけど、まあそういった意味でも寛容な国、イスラム教の国ということで、まあそこら辺も、まあ、イスラムの国で厳格な国ありますよね。そこら辺に比べたらサウジとかね、比べたらまだ全然すごく寛容な国かなと思うところです。で、あとは経済的なつながりとしては、ロシアと中国がやっぱりつながり強いですね。もともとソ連の構成国なので、まあ、ロシアとのつながりが強い。この輸出入に関してもそうで、中国との結びつきも強いです、ただ一番援助しているのは日本ですね。 ODA で援助しているのは日本、これダントツ一番ですね。ダントツ一番多いのが
日本で ODA の援助ということで、ジャパンセンターというか JICA のなんかも入っていて、まあ前動画でアップしましたけど、その意味でもまあ日本ということでかなりこの国の経済の発展のために貢献している。だからまあビザが緩和されたりとか、まあ結構日本人が優遇されることが結構行われたりするのもあります。もうちょっとやっぱり投資の面においてODA でかなり援助してるわけですから、もっとやっぱり日本の企業が投資してってね、日本の企業がまあやっぱりどんどんやっぱりね、市場占有率を高めていくべきかなと思うところです。はい、なので、あれですね、で日本人とどうなるのか、私なんか結構間違えられるんですね。やっぱり結構中国とのつながりが昔からソ連時代から強かったね。コミュニストパーティーということで共産社会主義同士だったんでね、まあ今共和制ですけど、なんでそのつながり強いんで中国から陸路でこっちまで来れたりする。カザフスタン来て、カザフスタンからこっち来れるんでビザなしで、だから中国人の観光客が非常に多いですね。なのでよく間違えられるのは日本人と言われるよりも、来たいとかね、来たい、シノ、シナとか、まあ、カザフスタンとかも同じように言われたんですけど、日本人と言われるよりも、まあ、中国人と間違えられる方が多いかなと思います。はい、で、対日感情は両方だと思います。はい、両方だと思います。ただまあ中国人と間違えられること多いんで、中国っていう印象がね、東洋だと、まあ、そういう印象が強いみたいですけどね。はい、で、あとはそうですね、食べ物に関してなんですけど、まあ、大体この辺りの料理って結構似ていて、中央アジアの料理ですね、中アジア料理ということで、ラグバン、まあ、結構中アジア風の、うどんですね、食べて美味しかったですけどね、まあ、昨日も食べて、でプロフね、ピラフ、あとマンテという餃子、あって、まあ、他にもいくつかあるんだけど、結構に、ね、似ている感じかなって感じはします。ビールに関してはサルバスト、あとワインなんかも生産しているので、普通にビールとかワインとかね、全てのレストランじゃないんだけど、まあ、飲むことできます。ただバーとかクラブに関しては、まあ、イスラムの国なんでそんなに多くはないかなって感じはします。バーとか、まあ、探せばもちろんロシア系の人とか、ね、もいるんであったりもするんだけど、そんなにやっぱり地元のイスラム教の人がじゃあバーに行って酒飲むかって飲まないんで、なんでなかなかそういうバーとかね、もしくはクラブみたいなのもなかなかないのかなって感じがします。はい、ということでウズベキスタンで見どころとしてはどういったところかというと、まあ、タシケントから、タシケントも良かったですけどね、でもやっぱり世界遺産都市ということでヒバ、ブハラ、サマルカンド、これら遺産、世界遺産に登録されていて履歴になってるんですけど、そこら辺のところイスラムの寺院とかメドレセとか、ね、モスクとかミナレット、そういったところが非常に素晴らしくて、で夜になると結構ライトアップされたりしてね、非常にまあ雰囲気いいんですね。なので、まあ、正直まあ世界半分ぐらい回った中でウズベキスタンはまあ感動感高い国ということ、また来たいと思える国かと思います。そして皆様におすすめできる国なので、ぜひね来ていただきたいと思います。よくあるのがウズベキスタン、中アジア、じゃあ全部ついでに回っちゃえ、8日間から10日で回っちゃえっていう方もいらっしゃるんだけど、ウズベキスタン自体でかなり見どころがあるので、できれば1カ国ウズベキスタンで、その8日10日であれば来ていただいて、まあ、タシケントから入ってそこから、サマルカンドは絶対来てほしいですね。ここの今サマルカンドいますけど、あとは、ブハラ、ヒバね、もう行っていただきたいなと思います。ヒバちょっと離れてるんだけど、ヒバは俺結構良かったな、感動感高かった。城郭、城壁に囲まれてる感じなんで、なんかもう旧資源の住民になったような感じでね、その中で基本行動してましたね、活動しましたね。で寝台列車もできればちょっと利用していただいて、あとはウズベキスタンの超特急列車ね、タルゴなんですよね、そのちょっと利用していただければと思います。はい、気候的にはまあそんなに東京あたりとそんなに変わらないですね。逆に今のなんか今日はだからここ何日しかずっと自分が滞在してる東京より暖かいんじゃないかなっていう思うぐらいの気候ですけど、はい、なのでそこまで寒くないカザフスタンとキルギスに比べたらね、そういった意味でもいいかなって感じがします。で最善の時期としてはだいたい5月6月とかね、4月とかね、5月6月ぐらいがいいと言われていて、あと9月と10月ですね、その時期が一番いい時期と言われてます。夏も暑い時期私好きですから夏もいいと思うんだけど、あまりにも寒い時期だと1月とか2月ぐらいになるとちょっと寒いんでね、まあ、できれば時期がいい方がいいかなと思うんだけど、まあ、逆にそういう時期の方が人があんまいなくて空いててってあります、ね、今12月入ってるんでそんなに人観光客多くはないってもありますけど、ね、はい、そういった意味で、まあ、冬に
ね、回るっていうのも観光客いない点からすればいいかなって感じはするんだけど、ただカザフスタン、キルギスに関しては結構寒いみたいなのね、あれですけどね。ということでウズベキスタンは、まあ、大体今回20日滞在して、大体回りきれました。で次回またチュアジア来てタジキスタン、トルクメニスタン行くんですけど、まあ、カザフスタン、アルマティは行ったけど、アスタナ行ってんで、アスタナ行く予定です。キルギスももう一回ちょっと再訪して、暖かい時期のキルギス、山々とかね、湖、花などを見ていきたいと思っています。でこのウズベキスタンもね、また戻ってくる予定です。まあタシケントかな、あとはサマルカンドももう一回いいかなと思うような都市ですね、です、はい。ということで、中央アジアということで、今結構旅行会社なんかもね、結構旧ソ連の国々なんかも結構企画をしたりしてやってるんですけど、前から前からだけどね。でまた再び、今結構観光旅行客で団体客でも来たりしてるので、ぜひね皆さん、まあ、ツアーで来られる方もいらっしゃると思うんですけど、すごくいい国なのでね、ぜひウズベキスタンは、おすすめしたいと思ってます。ということで、この後またショーがあるんで、レギスタン広場というところでショーがあるんで、ね、夜7時からやるんで、ね、それちょっと見に行こうかなと。この前にサルバストとビール飲んで、チュアジア料理を楽しんでね行きたいと思ってます。